やっていくかー。こんなテンションの始まりの動画じゃないけど、はい、ということで、こんにちは、どうもアブです。まあ、タイトルとかね、あのサムネイルとか多分見てもらうと分かる通り、まあ、簡潔に言うと公認業者をおりますということですね。はい、まあ、僕は公認業者を務めて約2年半です。で、荒野の、ルーキーから、そして成り上がって荒野の光まで行って、そこからトントン拍子で荒野の公認業者、当時一番憧れてた公認業者になれました。まあでもね、あの時はトントン拍子だったし、まあ、慣れて普通に嬉しかったので。でも僕もですね、言うても年ですよ、もう年が言い過ぎか。僕も約5年ね、荒野を続けて、もうだいぶ、なんていうの、半年ぐらい、1年ぐらい前からもうやることも少なくなって、まあ、嫌いじゃないよ、本当に好きなゲームだけど、やっぱ人ってね、何事も秋があるじゃないですか。YouTube っていうか、この荒野はね、このタイトルだけで僕、ちょっと荒野でやってるから、まあ、そのタイトルを引退するっていうのかな。YouTube は別に引退しないけど、このタイトルを、引退じゃないな、今引退って言ったけど、その公認事業者を辞めると。まあ、引退って言ったら、でもなんか、やんないのみたいになっちゃうかもしれないけど、まあ基本的になんかその辞めるとさ、やっぱこうやってね、いろんなファンがついてくれたし、だからこそなんか荒野を久しぶりに見たいとか、久しぶりにやったって人多分最近もおるけど、まあ、そういう人たちもね、今後多分出てくるんよ。久しぶりに荒野見たいとか、俺がやってる荒野行動見たいとか、まあそういうのもあると思うから、一概には今後もう一切やらないっていうことはないけど、まあとりあえずはもう辞めるかな、荒野は。まあ僕はね、その他のチームとか全然テイストが違う、テイストっていうか全然その荒野の人たちが入ったことない。あれ、どこだ。なんかボット部屋。えぐい、銃声の数えぐい。もうやば、なんでこれ荒野、俺がやめる動画撮ってる時に荒野やってんのかっていう話ね。まあその時ぐらい荒野で締めたいやん、わかる。もしかしたらこの動画が最後の、今月最後の動画になるかもしんない。でもやっぱり本人からするとやっぱ公認契約ってさ、やっぱ公認って結構憧れにもなるし、声やるならやってる以上公認っていう肩書きがあった方がかっこいいし、もうなっててそうはないんですよ、声やるにしても。でも やっぱりやめるってことは、今後声をやる機会は間違いなく多分減るし、まあたまにみんなで、ね、デュエル行ったりとか、そうだから、そういう部分ではまああまり悲しまないでいいのかなって。ほんとそれだけ、ほんとにそれだけ、今簡潔に言ったやめた理由とかはマジでそんな感じです。はい、今月でもうとりあえず契約満了いたします。なので9月毎日配信した理由はそれです。荒野をやめるから、最後にデオゲリラみんなで目標として出ました。で、15勝したら発表しようと思ったけど、15勝できなかったんで、まだそのできたかどうか分かんないけど、多分できないんですよ、この調子だと。今のまんまだね、だできないから、まあ動画で、まあ、お伝えさせていただこうかなって。できたらその場で言うかなと思ったけど、まあできないんで。でも なんでじゃあさ、達成しないのに言うのかっていう部分に関しては、なんか達成してさ、なんだよ、悲しく終わりとかないんですね。その達成できなかったら、荒野公認引退とかだったらちょっと悲しくない。だから達成して発表がありますって、あれに行こうかなと思ったけど、できなかった、まさかの。まあ今の環境でね、達成するっていうのは結構難しい気がする、普通に。まあ舐めてたわ、普通に。やっぱプロの人たちもね、そんな簡単にデュオゲリラ優勝できないのに、こんなできるかっていうね、簡単に。けど俺はこのゲームはマジで、本当にめっちゃ楽しいゲームだと思った。俺がやっぱりやりたかったバトルロワイヤルだったから、本当に嬉しいかも、この底から。このゲームで、好きなゲームで有名になれて嬉しかった、普通に。別に有名になりたいとか最初なかったけど、好きなゲームで活躍できて、みんなの憧れになれて、本当に良かったかもしれん。まあ今はね、そのいろんなね、人たち、有名な人たちとか、プロとか、新しい制度も入って、まあいろいろ環境変わっていってるけど、まあみんなね、楽しく、こうやっていただけたらなって、今後続ける人は。で、僕のことをね、忘れずにね、しっかりとね、皆さん目標で言ってくださいね。キモ俺。まあ目標ではなんなくていいけど、こんなやついたな程度で、もしこうやるときは、俺がまた、お願いしますね、その時は。そう、で、まあ今後、大まかにさっきちょっと話したけど、今後については特に何かするってことはないと思う。いや、もちろんね、なんていうの、こういう活動してる上で、やっぱり俺ってなんて言ったの、こう見えてめっちゃ考えてるんよ、いろいろと。だから今後は、ほんと全然違うやつになるかもしれんし、全然違う活動するかもしれんし、まあそれこそ一から始めるわけだから、今までみたいなね、そんな甘ったるい配信とか、そういうのはできずに、もう一からマジ全力で努力しないとやっていけない世界だから、そういうのも含めた上で、まあ今後はね、自分の好きなタイミングで、まあその、今のね、時の流れって早いからさ、時代の流れ。だからタイミングが大事なんよ。そのタイミングをいかに掴むかだから、まあそういうところをね、見極めながら、自分のね、やりたいことを やっていけたらなって思ってます。まあ、こうやってて気づいたのは、まあ、やりたいことを好きなタイミングでやるっていうのが大事なのかなって。嫌いなことをね、嫌なこととか嫌いなことをずっとやるっていうよりも、好きなタイミングで好きなことやった方が、ファンの人も喜ぶと思うし。うん。だからそんな感じかな。なら、ここにやめまーす。はーい。生活今後困ったら、養ってくれる方募集しております。お願いします。まあでも全然 OK。荒野で稼いでお金でいっぱいあれできたし、楽しいことできたし、多分
いろんな経験できたし、あ、そうだ、で5周年イベントはあるんですよ今年もね、荒野で5周年イベントに関しては、まあ、公認挙手は今ずっと呼ばれてたんだけど、今まで通り、まあ、俺5周年の前で辞めるから公認は、まあ、イベント自体今呼ばれてるんですけど、まあ、出れそうだったらまあ出ます、いろんな都合上、まあ、公認挙手としては出れんけど、そうだからそんな感じかな、うん、まあでも俺をなんかまた今後どっかで見つけたら、まだクリエイティブなことで多分たくさんやっていくし、もう荒野では多分いろいろとね、みんなに面白いことを届けれたかなって、1年ぐらい前まででは、だけどもそこぐらいからねちょっといろいろあって、会社だったりとかいろいろあったんで、なかなか荒野には力入れなかったけど、また好きなことできたりとか好きなゲームできたら、まあ、そっちやっていくんで、どっかで見つけたらまたその際はね覗きに来てくださいな。あの辺中止になってんな。よし、カト中アンチてか、これマジボットベアよ、ボットベアでこんな話していいんかって。でもそのフラットさが大事なんよ結局。こういう偏差値は本当得意なんだけどな、昔から。止まるな、止まったり動いたりすな。俺が撃ったら止まるな、俺が撃たんかったら止まれってこと。止まるだったから俺が撃ったら止まんな、え、どういうこと。止まれ止まれ止まれ、あーマイガッツ、え、あれ当たってないの、頭当たったって、来い、頭当てる、胴体、やべ外した、うん、何のゲームこれ。えぐいえぐい、なんか野良の人と30キロしたえぐい。そんな感じかな、マジボット部屋で喋ってるの申し訳ないけど、まあそんな感じ。もう俺はもう野良町で喋りたかったから、こういうのあんまりなんか固くないしたかなあったし、ということで、今後はまあ結構さっき適当に言ったけど、まあいろいろやっていくと思います。ということで、公認自供者ありがとうございました、楽しかったです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の荒野配信で、いやないな、次の荒野配信ちょっとやばい、いつもの癖が、なんて言えばいいんだろう、次の動画、また動画があったら次の動画でお会いしましょう。そしたら皆さんありがとうございました、さよなら。さよならは違うな、ちょっと話な、ご視聴ありがとうございました、バイバイ。いや、バイバイも悲しいわ。